武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、京都産業大学の、物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが時間が80分で、大問が3題出題されております。で、まあ、回答の形式としては、まあ、数字だけ、記入するような形と、まあ、ちょっとした、論述なり図を書くような問題が、いくつか出ているような形ですね。で、問題の難易度的には基本的な問題が中心です。一部、回答難しい問題も出ておりますが、まあ、これに関しては、まあ、その誘導しっかり乗っていけば十分日大レベルの知識で回答できる内容であったりはしますので、基本的には、まあ、あの学校で配られる問題集や、まあ、あのリードライトノートなどの、基礎的な参考書で、まあ、完成度を上げていく形がいいかとは思います。で、割とその時間が80分の長いだけあって、その文章が割と長い設問が出てきますので、ちゃんと話の流れを追っていって、今何を求めているのか、そして現時点で何の情報が分かっているのか、そういった部分をしっかり整理してですね、答えられるように意識していきましょう。で、まあ、論述に関してですが、論述自体は、まあ、あの書かなきゃいけないものではありますが、長い、言うほど長いものではないので、これ何の話とか、その何を求めてんのってことが分かっていれば、それを言葉にするだけなので、まあ、これは論述専用参考書などで対策するほどではないですが、ただその式の暗記しかしてなくて、何やってるのかいまいちよく分かんないまま解いてるみたいなことがないように、しっかり何を求めているのか、なぜそういうことが言えるのかみたいなことですね、が回答できるように心がけておきましょう。以上が物理の勉強となります。